ようこそモスコミュール放送局へ。はじめまして、私はここの船長を務めますモスコミュールと申します。記念すべき第1回の放送、まずは、こちらの番組がどんな番組なのか、そして私は一体何者なのか、紹介していきたいと思います。それではまず自己紹介からいきましょう。自己紹介、まずは名前からですね。私の名前はモスコミュールと申します。気軽にモスコおじさんなどと呼んでいただけたら嬉しいです。次、年齢ですね。年齢、私の年齢は秘密。次、趣味ですね。私の趣味は絵を描くことと、あとは、バルへ行って、人間観察をすることでございます。次、私の好きなお酒、私が好きなお酒はピニャコラーダと、あとはコンチータでございます。知らなかったら、ぜひ調べてみてください。あれは美味しいですよ。フリートークタイム。私は、この船で世界中を旅しています。そこで行ったこういろんな地域の、面白かったものとか、あとは面白かったことをですね、ぜひ皆さんにも知っていただきたいという思いのもと、こちらの船の天井に、鉄塔を建てまして、国営電波に勝手に割り込めるように調整してきてまいりました。これから気まぐれですが発信していきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。フリートーク中、この船で世界中を旅していますと、こういろいろな方々に出会うんですね。で、その中でも今の私のように、こう自分から世界へと発信している方々がいらっしゃいまして、その方々の、お話とか、あとは番組とかをこう見ますと、可愛いっていうのと滑稽な意味での面白さっていうのが融合したジャンルとして、ブランディングができていたわけです。では、この放送がどういう存在だったらさらにその世界を広げることができるかというのを考えまして、私の放送はかっこいい、あるいはおしゃれと、人生をちょっとだけ豊かにする真面目な童話みたいなもので、ブランディングができないかという考えのもと発信していきたいと思います。また見てくれている方々が望んでいるコンテンツにもしていきたいので、ぜひですね、こういうことをやってほしい、あるいはこういうものが見たいなどという、ご要望がございましたら、ぜひともコメントしていただけると大変助かります。なるべくレスポンスできるように努力していきたいと思います。ということで、船の上でおじさん一人が放送している放送局ですけれども、ぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また会いましょう。バイバーイ。